元宮崎県知事の東国原英夫氏が、YouTube で週刊文春の、ダウンタウン松本人志に関する報道についてコメント。師匠のビートたけしは、遊び方がせこいよ、と述べたと明かし、17日の、ビートたけしのテレビタックルで取り上げられたことを伝えた。東国原氏は21日の同番組での放送が予定されている旨を述べ、記事に対する法的措置の必要性を訴えた。